再び若者の街渋谷。奥村和一さん82歳元日本兵です。生きてるに一回来たいと思ったと言おうや来れた。日本軍の一部が終戦後も中国に残留させられた事実を追ったドキュメンタリー映画、蟻の兵隊の主人公です。戦争はね、人が起こすものでしょ。だったらね、戦争はね、人が止めることができるはずです。戦争とはね、善良な人間を、お互いに善良な人間なんです。一人一人がね、それが戦争ではある、殺し合うんですよ。自分が殺さなければ相手に殺されるね。映画は連日大入り。終戦の日の今日も奥村さんたちの話を聞こうと多くの観客が詰めかけました。あの戦争を知りたいと思う人の数は決して少なくないのかもしれません。若者に何か伝えたいことっていうのはありますか？それはね、やはり戦争ですよ。戦争は終わってませんね。本当にね、戦争についてね、本当にね、その歴史を学びね、そこから教訓を得てるかどうか、戦争というね、過去をね、しっかりね、学ぶこと、語り合うこと。8月15日ってどういう日であるべきだと思いますか？やっぱり出発点だと思いますよ。出発点だと思う。それは戦争とは何かということをね、嗅いでみる。そして戦争というものはね、どのようなね、ものであったかという実際をね、もう一回再確認するというね、出発点だと思いますよ。戦争をしたいと思う人の数は決して少なくないのかもしれません。若者に何か伝えたいことっていうのはありますか？それはね、やはり戦争ですよ。戦争は終わってませんね。本当にね、戦争についてね、本当にね、その歴史を学びね、そこから教訓を得てるかどうか。戦争というね、過去をね、しっかりね、学ぶこと、語り合うこと。8月15日ってどういう日であるべきだと思いますか？やっぱり出発点だと思いますよ。出発点だと思う。それは戦争とは何かということをね、嗅いでみる。そして戦争というものはね、どのようなね、ものであったかという実際をね、もう一回再確認するというね、出発点だと思いますよ。戦争は